黄金館は日本の柑橘類、高み館の通称である。別名、ゴールデンオレンジ。鹿児島県では、高みんとして古く知られるが、詳しい来歴は不明。神奈川では、ゴールデンオレンジとも呼ばれている。日本に限り、田中調査部老の分類法により、みかん族157種の一つに数える例も未だに見られるようだが、近代の研究では、 未還元種を4種程度とみなすので、実際には後輩種と考えられる。日本における2010年の収穫量は137.3トンで、神奈川県の生産が93.4トンと全国の68%を占める。ついで、静岡県25.0トン、愛媛県13.9トン、高知県5.0トンと続く。主な生産地は小田原市、湯河原町、 沼津など、直径4から5センチメートル、果重60から80グラム程度と小ぶりである。果皮は黄色で、剥きにくい。独特の方向があり、甘みも強いが、酸もある。2から4月が、収穫期。種なし品種の一つである。同じく黄色だが一回り大きい日向夏と香りが、似ているが、やや甘さの要素が増ざる。日向夏と、同様。 香味感の白い麺の部分も食べられる。その皮に含まれる、揮発性香味成分は、リモネンが最大で、ついでものけるペン類のガンマ、テルピネン F、微量のトランスベータ、ファルネセン、ミルセンが検出されており、ヒューガナツのピールから得た、低温厚作油成分プロフィールに似るが、含有油量の差異はある。愛媛県で育成された、ヒメコハルの花粉親に、また、 神奈川県で育成された湘南ゴールドの主子親となった。ありがとうございます。